巡る資源広がる秋田の 3R の2回目は秋田工業高等専門学校の学生会で取材しました。取材対応をいただきました秋田高専増田淳教授より一言お願いします。はい、今回我々は下水処理水に含まれる、窒素やリンを利用した酒米栽培に取り組みました。収穫した酒米は科学的に安全であると同時に十分な品質を満たすものが収穫できました。今回その酒米を使って純米大吟醸酒水資源を4月にリリースすることができました。ぜひこちらの水資源を飲んでいただきながら、普段はなかなか日の目の見ないですね、日の当たらない水や資源の問題に思いを馳せていただければと思います。今回増田淳教授のお話を聞いて、下水というと汚いとか不衛生というイメージを持っていましたが、適切に処理すれば栄養豊富な肥料になることに驚きました。資源循環の一つのモデルとして、お酒を通して環境問題に触れるきっかけとしていきたいと思います。この度はどうもありがとうございました。ありがとうございました。